ちは、わたるでございます。本日は韓国の首都ソウルの繁華街イテウォンで起こった雑踏事故についてお話しいたします。10月29日土曜日にイテウォンで起こったハロウィーンの仮装した人たちの集まりによる雑踏事故では、日本人の女性2名を含む156名の方が亡くなられるという非常に痛ましい事故が発生してしまいました。また多くの方々が怪我をし、現在も入院されている方がおります。イテウォンは土地勘がある場所でもあったので、本当に心が痛いです。イテウォンは米軍基地が近いこともあり、国際色豊かな街として成長し、また2020年にはドラマイテウォンクラスが放映されたこともあり、世界中で有名な場所になりました。そんな場所で起こってしまったハロウィーンの雑踏事故、行政や警察の不手際などが次々と報道されております。今回の事故がどのような形で結論付けられるかは分かりませんが、韓国社会がこの事故を教訓として安心安全に歩ける街を目指していってほしいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。